Mahoro, co-developed by Aist and Yaskawa, is a general-purpose android for automating lab work that previously had to be done manually. The robot can do tasks such as dispensing and culturing faster and more precisely than people, so it can do clinical tests and work with biohazards efficiently. 例えば我々はインフルエンザの薬を開発するために強毒株のインフルエンザの感染実験というのを毎日やってるわけですね。非常に危険な作業で、これはもうそういうことはロボットがやるべきですし、放射性物質を扱う実験もたくさんしなければいけないんですけども、そういうものもロボットがやるべきですし、でいろんなロボットシステムをですね、試してみたんですけれども、専用のロボットを作ってしまうと、こう実験のステップを変更したり改良したり、あるいは違うプロジェクトに変えたりすると、開発したロボットが全て無駄になるんですね。また開発にものすごく時間がかかります。なので人間が使う道具をそのまま使って人間がやるようなロボットを開発したいということで、このようなロボットの開発をしてきました。When work precision in genetic amplification trials was compared between Mahoro and people, Mahoro's precision was better than that of veteran technicians. Mahoro also did the work in half the time. 関節が7つあります。今までのファクトリーオートメーションのロボットっていうのはマックス6までなんです。生産の現場だったら、まあ、6個あれば大体自由にどこでもハンドをポジションさせることができます。ただし7軸目があると肘の動きが再現できるんですね。肘の動きがあると初めて懐を使って開けるという動作ができるんです。 Previously, to teach a robot with this many joints, a huge amount of programming was requiredBut Mahoro can be taught easily in a virtual space on a computer. まずですね、使いたい道具をすべて 3D スキャナーで 3D CAD に取ってしまいます。で、それをコンピューターの中に送ると、その中に仮想ベンチ、仮想ロボットが出現します。で、それを使ってですね、例えば、チューブをこのハンドの位置に持っていっていきたいと言ったら、その場所に向かってクリックをするだけでロボットがそこに手が行く。でそこでそこに例えば衝突しますよということもシミュレーションして、でその中ではもちろんこういろんな道具ツール類を自由に配置変えることができるので、どの位置に置いたら一番いいかということもコンピューターの中で全部シミュレーションして動きを作り上げて、でその時に高度なプログラミング技術も数値を入れたりする必要は全くないです。Mahoro is sold by Nikkyo Technos.And it's already being used at pharmaceutical companies and universities. From now on, the company wants to further enhance the safety of the robot so it can work in coordination with people. DigInfo News.